痩せてダイエットコンサルタントになると言ったら笑われました。当時、体重92キログラムだった私。会社で、ダイエットしてコンサルタントを始めるんです。と言った時、皆にうすら笑いを浮かべられました。92キログラムの私は周りから、ちょっとは絞れよ。なんだその腹は。だから仕事できないんだよ。そんな風に言われていました。痩せよう、自分を変えよう。そう考えた私は、特技の速読を生かし、ダイエットの本、消化器系医学書栄養学の本を、1日20冊読み、30日間で600冊を読破。脂肪燃焼の理論をもとに、自分の体で7ヶ月の人体実験。結果私は92キログラムから59キログラム、ウエストは103センチから73センチに。食生活9割で33キログラムのダイエットに成功し、念願のダイエットコンサルタントを始めました。人は笑われて笑われて強くなる。笑っていた人はそのうち笑えなくなる。そして最後は称賛される。無理だと笑われてもやってみようと決めるのは自分自身。本気で痩せたい方はプロフをチェック。